ただいまご紹介いただきました JAXA 理事長の奥村と申します。私も何十年ぶりにもなるんですけれども、本学の卒業生の一人でございます。本日はですね、こういう機会を設けていただきました五ノ神総長はじめ東京大学の関係者の皆様方に私からも厚く御礼を申し上げたいと思います。本日はですね、大西宇宙飛行士この卒業生の大西さんのミッション報告に加えましてですね、この日本が誇るユニークな実験設備であります希望というものを概略私の方からもご紹介しですね、また個別の研究事例をご紹介して、皆様方にはさらにですね、こういう実験環境を使って新しい研究をしてみようと、そういう人が一人でも増えていただくことを期待してお話をさせていただきたいと思います。国際宇宙ステーション、この大きさはですね、全体でサッカーグラウンドほどの大きさがございます。こうした大きなものはですね、我々地上にいると気がつきませんが、90分に1回地球を一周しております。この大変大きな宇宙ステーションでございますけれども、赤いところに置いて、ついておりますのが日本の作りました希望という実験モジュールです。でそれ以外にもアメリカ、ロシア、ヨーロッパが実験モジュールを持っておりますけれども、とりわけですね、希望には他の国にないユニークな機能を持っていることを後ほどご紹介したいと思います。でこの宇宙ステーションにはですね、常時6人の宇宙飛行士が滞在します。で先ほど大西さんが帰ってきたという話がありましたけれども、この秋には日本人として金井さんがこの ISS に滞在する予定になっております。で日本にとって何が外国と比べてユニークかと申しますと、とりわけユニークなのはですね、この船外プラットフォームというのがございます。これは宇宙ステーションの外側、人間のいる場合外側にですね、実験できる場所があるということ、それからエアロックと言っておりますけれども、これは内部と外部を遮断してですね、その中、その窓を通してですね、小さな衛星を放出することができると、そういう機能を持っているわけでございます。これは天文学をされる方にしてみるとですね、こう24時間365日宇宙をこう見ておりますから、この船外プラットフォームに取り付けた望遠鏡等あるいは観測機を使いますと常時観測ができるというメリットがございまして、ここに書いてありますようにブラックホールもだいぶ発見しております。でサイエンスとかネイチャーといった大変著名な論文にも成果をすでに発表していると、これも非常に日本特有の装置でございます。こういった理学系の先生方の活躍の場でもありますし、もう一つこれはどちらかというと工学系の先生方になるかもしれませんが、先ほど申しましたようにこの小さな衛星をですね、宇宙ステーションから放出することができます。でこれはですね、無人の補給船に小さな衛星を積んで、一緒に積んでいってですね、ISS に移して、それでこのエアロックのところから放出すると。で、これをすでに193機放出しております。大体がですね、10センチ角の小さな衛星ですが、昨年50キログラムというかなり大きな衛星もここから放出してございます。最近では東京大学の鈴木先生を離脱する衛星も放出されて、ミッション達成したという報告も聞いております。こういったことができるのも日本のこの希望だけでございます。そういった意味でこの小さな宇宙機を作るということは工学のシステム化ということを促進するいい研究機能ではないだろうかというふうに考えております。もう一つ工学系の技術でございますけれども、これはですね、左下の無人補給船、これはコウノトリと我々呼んでございますけれども、これが種子島から打ち上がったロケットで
宇宙に持って行かれまして、最後に宇宙ステーションにドッキングするときにどうやってドッキングしてるかと言いますと、これお互いにですね通信をしながら徐々に近づいていき、最後はロボットアームでキャプチャーすると、まあ、こういう仕組みですが、この仕組みはですね実は世界標準になっております。日本がアメリカに輸出している数少ない、宇宙技術でございまして、まあ、こういったことはですね今後ともいろんな角度で必要になってまいりますので、こういったことにもいろんな分野の先生方のお知恵をいただきたいというふうに考えてございます。ややちょっと特殊な個別例になりますけれども、新しい薬を作る設計するという研究のプラットフォームも実は我々お手伝いしております。この後の第2部で細かいこと詳しいことをお話しいただけると思いますが、東京大学発の創薬ベンチャーでいらっしゃるペプチドリームさん、ここと私どもはですねつい先週の金曜日に戦略的パートナーシップというのを結ばせていただきました。で、我々は何をするのかといいますと、無重力でございますと非常にこうタンパク質の結晶が高品質にすることができると、まあ、それは JAXA 固有の技術で持っておりまして、そういったところにペプチドリームさんのお考えになっているタンパク質を運んでですね結晶化して、で今度は地上に下ろしまして X 線の構造解析するスプリング8あるいは J パークといったものを使ってですね、薬のメカニズムを解明するということで、ペプチドリームさんのお仕事を、まあ、サポートするような機能を果たしているのではないかと思います。こういうように極めて、通常では考えにくいようなパートナーシップを宇宙では媒介にして結ぶことができるわけでございます。もう一例として、これは重力、宇宙に行きますと非常に重力が小さくなります。でこれで生体がですね、影響を受けるということで、右半分に載せてますように、0G と 1G に比べますと、これ35日間しかこのネズミさんはいなかったんですけれども、大変骨がスカスカになっているということが分かります。でその右にありますように、これゲノム解析するとエピゲノムで発現の様子が変わっているということまで突き止めております。まあ、こういったきれいな実験ができるのもですね、先ほど五ノ神総長にも触れていただきましたように、世界で初めてですね生きたマウスを打ち上げ、それで宇宙でですね正確にその G の影響、重力の影響だけを比較できるように 0G、1G の環境の下で、マウスを生育しですね、それをまた生きたまま地上に下ろして解析をすると、まあ、きれいな分析が解析研究ができるわけでございます。まあ、こういうようなことができるのも今のところ日本だけでございます。以上申し上げてきました例のように、大変こう宇宙ではですね特異な環境がございます。特に我々の希望ではそういう機能を持っておりますので、こういった分野を使いますと、まさに今政府と強く言っております産学官連携プラットフォームとして使える、あるいは異分野の学術領域の融合するプラットフォームとしてもですね使えてですね、宇宙から新しい地平の学問等が発展すればですね、我々にとってもこんなに嬉しいことはありません。ぜひそういう意味でもですね、少しでも宇宙分野以外の方にも宇宙についてご関心を持っていただければ幸いだと思います。本日この後の先生方のお話を楽しみにしていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。